白県灘区は中華人民共和国新疆ウイグル自治区、唐舞市に位置する四角区。唐舞市の4行政区の1つである。別名は唐舞ハイテク産業開発区。ジュンガル盆地の北西沿部に位置し、北を取り県、南をほぼくさるモンゴル自治県、南西をカラマイ区、北東をウルホクと接している。典型的な中温帯大陸性気候で、年間で、 降水量少なく乾燥している。石油は白圏灘区の重要な天然資源であり、それ以外にも石炭、石膏、防晶、アスベスト、水晶などを産出する。長軽量セラミックサンドなども建築材料として採取される。地名は荒涼とした砂地に水が湧くという意味で白水灘だと言われていたが、1956年に 石油産業の技術者がこの地を探索した際、至るところで大量の塩分とアルカリが見られたため、今日でも使用されている白剣灘と名付けられた。関体字ではの字を使うが、日本語ではその元の字となった反対矢ザ、を優先し、その日本での文字、剣を優先している。2015年現在、総人口は56,173人。 定住人口39,613人、32種の民族が居住している。二階堂を管轄、ABCD 四六、外京白田区、ZH、白田区。ありがとうございます。